作りたてのアイスの美味しさをいかに表現できるか、冷凍する前の充填したてのアイスってすんごいもう感動的な美味しさなんですよ。でそれを再現したくてお店でこう充填したてのものを提供させていただいてます。うちは素材にもこだわりながら製法作り方の部分にもここまでこだわってるっていうところはちょっとそこに関しては自信持ってます。桜のトロ生ミルクパックです。工場の近くにあるからこんなになんか出来たてって味違うんだなって思いました。夏はやっぱりこれ、うん、暑い夏にぴったりな商品になってます。来ました、こちらのミルクです。美味しそう。これうまい。うまいですか？これマジうまい。なんかホイップ感。これまだ。生クリーム感ありますよね。これ本当に美味しい。私たちも本当に生クリーム食べてるみたいな感じ。そうですね。本当にアイス一筋60年。そういう会社ですね。もともとここの建物自体が倉庫もそうなんですけれども、北の誉酒造、の一応発祥の地なんですよね。やっぱり物流の過程でどうしても固めなきゃならない。そうするとやっぱり食感も変わってしまいますよね。なので、このお店だから食べられるというところで、ぜひ皆さんに来ていただきたいと思います。小樽観光の際にはぜひ北海道さくらアイスクリーマリーまでお立ち寄りください。ぜひお待ちしてます。お待ちしてます。